編集線でも A レベルになったな最近、あの3つは。じゃあワックスの付け方で、ソフトモヒカン2ブロックですね。2ブロック、まあ2ブロックの説明はまたあの違うコメント こっちにありますんで、あのもう一個の動画でありますんで、で、2ブロックソフトモヒカンのワックスの付け方で、7番中の7番でハード系のワックスで、この分量が結構わからない人があるんだけど、分量わかります？どんだけつけたらいいかわかります？100円ぐらいですか？100円ぐらいね、まあこんな感じ、100円というか指先ですね。100円玉ですか？はい。100円ですか？これが100円ですか？いや、100均のワックス、100均のワックス、100均のワックスを使ったことあります？あります。ありますね。結構ね最近売れてるみたいで、ジェルがいいらしいです。あの手のひらに100円玉というか指先ぐらいのワックスを、手のぬくもりで広げます。で、まあ、ソフトモヒカン2ブロック、まあ、短い人ですね、丸刈りが伸びてからの、セットの仕方なんで、毛先に、もう毛先だけです。根元につけるとベチャっとするんで、ちょっと横見てくれる、体その体糸もうちょい、もう、あ、いいねいいね、その感じで毛先の方、まあ、つけ終わった状態ですね。これ簡単につけれますよ、短いから簡単に、もう5秒ぐらいでつけてください。5秒、そうじゃないと乾いてしまうんで、手のワックスが乾いたら硬くなってしまうんで、早めに5秒ぐらいでつけて、まあ、遅かったら10秒で、で毛先をねじります。この動きですね、空いてるので、あの、まあ、長さも短いっていうのがあるんですけど、空いてるのでねじるだけで、あの毛先が動きますので、あと重要なのが、ここばっかりみんな自分でセットするときいじるんですけど、ここができてないんですよね。もうちょい、もうちょい向いてくれる、横完全に、うん、あ、そうです。で、ここのセットがみんなできてない。なんでかというと、自分でするときは、セルフでするときは見えてないんですよね。なので後頭部、つむじを特に同じようにねじってください。ここねじったのと同じようにここをねじってください。そしたらいけますので。わかりました、モデルさん。はい、家でもやってみてください。後頭部がみんなできてません。ここが一番重要です。なのでまっすぐ見てください。まあ、簡単なんでねじるだけです。分量と、うん、あと5秒でつけるとか、まあ、早めにつけるいうことですね。まあ、ジェルの時もそうでしたけど、早めにつけないと固まってしまうんで、手のひらで、なので早めにつけてください。以上です。どうやった？緊張した？やっぱり取られるっていうのは恥ずかしいですね。